ということで広原駅を後にして次はですね高原ですね、高原駅、高原、高い、原っぱの原と書いて高原と読みますね、そこに行きたいと思います。広原駅からのですね、距離は 3.8 キロ、時間にして、今から10分ぐらいですね、10分ぐらいで到着する予定です。さっき、同じ道をですね、キット線沿いにずっと走っているような感じで、左手にですね、踏切とかもありますので、この辺はキット線とですね、並走している区間ということになりますね。ここでちょっと線路の奥に入っちゃいましたけど、ちょっと高速道路の橋だと思うんですけどね、高速道路の橋を渡って、またしばらく行くと左手の方にキット線が見えてきて、並走するというふうな流れになっています。カメラはですね、先ほどと同じ CX470 で、撮っておりますので、これで高原駅まではこれで行きたいと思います。ということで、あと300メートルほどで、高原駅に到着しますね。ですね、高原の街中、市街地と言っていいのかどうかはちょっとわからないですけど、多分この辺は離れているとこなんじゃないかなと思うんですけどね。目的地付近です。ここを左に曲がると、高原駅ですね。目的地付近で、高原駅見えてきました。高原駅は見えてきたですね。ちょっとあそこの奥の方に駐車場があるので、こちらの方に車を止めたいと思います。ということで高原駅に到着ですね。今車を止めているところから駅の方向を撮ってるんですけど、ちょっと木とかが生い茂ってて、ちょっとね非常に分かりにくいんですけどね。日向神話街道天孫降臨の地高原町ということで、書いてありますね。ここからですね、GoPro を使ってですねここは撮影したいと思います。ちょっとカメラが3台あるんですけど、なかなか使う機会がないんで、ここはですねちょっと GoPro で行きたいと思います。そしたらでちょっと駅舎の方に行ってみようかなと思います。この高原駅はですね結構駅の周りは広いですよね。車も結構道というか普通に道路になってて来るんですけどね。日本で最も美しい村連合加盟ということで、書いてありますけど、駅の周りはね閑散としているような感じですけどね。駅につきものな観光協会とかがあったりしてですね、いい感じですね。待合室ですね。待合室は特にエアコンとかが効いてるわけでもなく、漫画本とかねそんなのが置いてあるような感じですね。これはですね、2年ぐらい前にやったきっと夢かなう、縁起の良いキット線のですねキャンペーンの残骸のだと思うんですけどね、こんなところでやると思います。ここは特に入って写真とか撮ってもいいのかなと思うんですけどね、特に、切符売り場とかがないもんですから、
ここは中で入って撮影させてもらいましょう。駅舎の方からですね、ちょっとホームの方を今撮影しておりますけど、線路はここはまあまあ雑草が生い茂ってるような感じですね。そしてこっちの方ももうかなりの、まあ、夏ですからね夏で雨も結構降ったんで、まあ、雑草はどうしても生えるんじゃないかなと思うんですけど、ここは列車交換とかもできるような感じで、島型の地面2線という感じですねのホームになってます。さっきね時刻表も見たんですけど、ですね、そこに時刻表がありますけど、今時間が10時なんですけど、10時台はですね列車がないんですね、これがですね。ということで、まあできればね鉄道の列車の撮影ができればいいのかなと思ったんですけど、ちょっとないんで、まあそれはもうしょうがないですけどね、残念だと思いますが、まあ仕方ないですね。こうやって屋根とかがあってですね、まあ雨の降ってる時とか日が差してる時はこれで十分カバーができるんじゃないかなと思いますけどね。先ほども言ったんですけど、ちょっと雲が多いというか、天気がいいとですね、ちょうど向こうの今カメラが向いてる方がですね、なんていうんですか、まあ、霧島山とかねそういうのが綺麗なんですが、ちょっと雲がかかっててその辺がちょっとねあんまり綺麗じゃないような感じですね。駅名標はこちらの通りですね、駅名標高春と書いてありますね。広原、これさっき言った広原駅ですね、とこの次が日向前田、日向前田ですね、今度は高春の次に増えてですよね。で縁起の良いキット線ということで書いてあります。今日はね風がないのがいいですね。風が吹くと風切り音がガッサン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 入るんで、非常に聞き取りにくいんですけど、元々のホームの作りも長くて、まあ、ご多分に漏れずこの段差があるんですけどね、段差があるところはこれは昔ねここは急行海老野とかそんなのも走ってたんで、おそらく停車駅だったのかもしれないですね。ちょっと一段低くなったところと、もう今は2両編成のキハ47とかそういうのしか止まらないんで、こういう作りになってるんだと思います。先ほどですね駐車場からも言ったんですけど、日向神話街道、天孫降臨の地高原町というところですね。看板自体はだいぶ前に作られたんだと思うんですけどね、結構まあちょっと古いかなって感じはしますけどね。まあ昔から駅の周辺にいろんな施設とかが、まあ、あるのが常識というか当たり前なんですけど、ちょうど向かいの方に見える建物が、高原町商工会ということですね。高原町商工会になってますね。と、こっちの駅舎の方の中に高原町の観光協会とかいうのがありますけど、まあ果たしてどのぐらいのねお客さんが来るかどうかちょっとわからんのですけど、まあ、観光協会がありますと、ちょっとした売店みたいのがありますね。確認はしましたけど、近距離切符の販売機とかはありませんでした。ということで、高原駅はこれで終了ということで、次の駅ですね、次は日向前田駅に行きたいと思います。なんか天気もかろうじてね持ってくれてるのでありがたいんですけど、本当ならですね昨日も昼から雨で、今日はねあんまり天気がいい予報ではなかったんですけど、結構
まあ、このくらいあればね、久しぶりですよ、こんな日差しが注ぐなんてね、非常に嬉しい限りです。なんかね、日が差したり差さなかったりして非常にあれなんですけども、やっぱりちょっとね、外に出て歩いてるだけで汗がね、だらーっと出てきますね。で、今からまた車に乗り込んで、次は日向前田駅行きたいと思います。